どうもこんにちは今回はネットワークビジネスの話でございますネットワークビジネスって結構嫌われてますよね嫌われてるけどもあの手この手で次のが出てきて次のが出てきて結局人は群がってまたやりますよねネットワークビジネスねでネットワークビジネスがこれだけ嫌われてるのになんんでで多くの人は手を出ししし繰り返しまたやっちゃうんでしょうょかねそれはやっぱりネットワークビジネスに可能性がすごくあるからじゃないかなと思うんですよ じゃあそのネットワークビジネスの可能性をね攻略するために本当に自分のものにするために何が必要なのかそしてこんな考えは絶対ダメだよっていうのをね私なりに簡単にまとめに目指した一つはですね発信力があるかどうかなんですよネットワークビジネスが自分の目の前に来る前に自分がちゃんと定期的にある情報を発信しておいてねそこに人を集められているかどうかなんですよそしてそこでは信頼関係を作っていくっていう大前提が必要になってきます 発信とか放送によって信頼関係を作っていればそれがネットワークビジネスの商品だろうと何の商品だろうと一定のレベルで獲得はするんですよ。ね、だって信頼されてるわけですからじゃあその時にねこれを売って我が儲けにしようっていうふうに思われないんですよ。ネットワークビジネスに参加したけどもこれにはねこんな社会的意い,いとかがあるんだよとかねどんな私は目標設定があるんだよ。そして稼ぐのも大事だけどもそれ以上に この商品や人やや社会に対してすごく興味があるんだよみたいなことでねやっぱりきちんと自分がネットワークビジネスを儲けのためじゃなくって社会正義のためにやってるんだってことがちゃんと伝わればですね受け取ってくださる方いると思うんですよねだからそれがうまくできてないつまり信頼関係を築くことができていないそれから発信ができていないそういう人がネットワークビジネスをやっちゃうとうまくいかないと思うんですよネネットワークビジネスって結局みんながね 誰かに伝えていくってことをやめなければずっと市場は広がっていくんですよ誰かが発信をやめるんですよね発信をやめてやめた結果ランニングコストが負担になってやめるでしょそうしたら次の人が今度ダウンラインの末端になってまたきつい思いをするわけですよそれが連鎖していって今度はね縮んでいくんですよねでも月に1人とか2人とかを会員がみんなが取れれば くらんでくくしかなくって自分のランニングコストはほぼペイされてる状態なんで利益が積み上がっていくだけなんですよねでマーケットが広がっていくとそれだけ商品売れて会社の利益も積みますから会社からのサポートっていうのはもっともっと手厚くなるんですよコミッションとかねだからみんな良くなるんですよだからそこまでやらないんですよねであとねどうやって信頼関係を作るかっていうとまね常に何かしらの問題に気づいてその問題に対して自分で解決策をずっと放送することによって確かになと そういうい考え方あるよねっていう風な感じで信頼関係が高まっていくと思うんですよ私はそういう風に考えてるんですよね。で、えー、ネットワークビジネスの評判が悪いのはそういうことがすごく苦手な方がね参加して儲かかかららななっったっていう結果を残しちゃうからなんですよだからネットワークビジネスだろうが何だろうが常に利益が終わっていくと常に利益で終わっていくとねネットワークビジネスに対してものすごくね嫌悪感ってないんですよ。 でしかもそれは人を稼がせることもできるってところまで来るわけですよネットワークビジネスを攻略するためには放送発信をすること信頼関係を積むこと信頼関係を積むために問題解決がで,できる重要になっていくことそうしたらネットワークビジネスだろうが何だろうが乗りこなしていけないわけないよねっていうふうになっていくわけなんですよねいや私はそういうふうに考えてるんですよだからネットワークビジネスの攻略方法も、まあ、今回はね2点お伝えしましたけどもまだまだ無数にあるわけですよどんな人はやっちゃいけないのかっていうのも込みでですよ だからやるべきでない人はネットワークビジネスに参加しない方がいいし参加するとしたらその商品やサービス欲しさに参加して誰にも紹介しないという形を取るべきでします。だから最初から紹介しないことありきでそしてランニングコストはどのくらいの金額なのかということそして受け取ったサービスは自分に対して払った金額以上の価値をもたらすのかということをちゃんと考えてそれをプレゼンで説明させてもらっていけると思ったら、ねまあ、半年でも1年でもやってみればいいんじゃないかなと思うんですねあとはやりながら分かることですからね うん、だからねなんかこう結局商品が良くても会社が良くてもネットワークビジネスっていうのは人間関係のビジネスからビジネスですから伝える人が伝える能力が低いとやっぱネットワークビジネスだろうが何だろうがそこで詰んじゃうんじゃないかなと思うんですよね。うんまあ、むしろね商品がいいから広まっていくって信じちゃってる人が多いところがちょっと問題なのかなと。うん、極端な話で言えばボロい商品でも 信頼、うん、関係を結ぶのが上手な人が売ったらとりあえずは売れるんですよで売った後で解約が起きても悪い印象を残さないんですよねそればかりか解約しちゃってすいませんみたいな感じになるんですよもうこんなくだらない商品に勧められてはもう解約しちゃうじゃなくってね、うん、もうちょっと付き合いたかったけど私はちょっとね負担が大きかったんでまたいいのを探したら教えてくださいみたいな何、ね、軟着陸してまた新しいネットワークビジネスを受け入れてくれるってことになりますんでね まあそういうふうにいろいろと考えながらあ今ネットワークビジネスについてね振り返っております私もネットワークビジネスをやって10年くらいになるかなでもその間にやったネットワークビジネスって結局まあ1個か2個なんですよ2個ですねうんあの J コスメってやつとあとはメラルーカってやつねこのたった2個ですよでメラルーカでも J コスメでも独自の勉強会とかをやってどうやってランニングコスト以上に稼いでいくかってことをずーっとやっていくっていうことですかね まあ私はビジネスを生りとしてるんでビジネスを教えることなりわいとしてるんでネットワークビジネスを攻略することもそのカリキュラムの一つですからそれからちゃんと扱えるようになったらネットワークビジネスで損をすることはない、まあ、そんなねあのビジネスのやり方が身につくんじゃないかなと思いますねはいじゃあ今回は以上でございますお疲れ様です